ヤグルマ、いるぜ。いるぜ。チェンソール、セット。レッツゴー。ゴールなんだ。エビちゃんがちょうど撮影終わりでビールの缶ビール持ちながらふらーって来たのよ。やばい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 。こういうことか。やばい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 。なになになに。しに来たんですよ。あれは怖くないんだと。どこまで変顔なんですか。うん、最大限にやってくれって言われたから。あ、そうなの。あれ兄が勝手にやったんじゃないですか。違うわ。あ、違うんですか。あれ台本通りしかやらない男ですよ僕は。いや、人間変わらず。いや変わんない、マジで見た目も変わんないし。それでお前が今もしゴーゴーゴールできるか。はい、ということでですね、今回の、YouTube をですね、ゲスト回でございます。後編もこちらのお方、徳山秀則さんです。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。お願いします。はい。で、前編では、うん、さっきゴーオンチャーのお話をやっぱ多めに、うん、させてもらったんですけれども、まあ後編では、はい、やっぱ兄はライダーの方もやってるんで、はい、仮面ライダー兜の時の、うん、あの、矢車さんのお話をちょっと聞いていけたらなっていうふうに思います。わかりました。はい。なんかちょっとだけね、うん、兄になんかその話をね、してもらったことあるんだけど、うん、最初って、兜やった時って、そんなに出る予定じゃなかったみたいな。そう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 。あのオファーをいただいて、だから矢車が失踪するまで、というか、うん、あのザビーの剥奪されるっていうまで、うん、ねえ、そうそうそう。あ、ってことはキックホッパー計画は最初なかったの？全然なかった。え、あの時にはキックホッパーが出ることは決まってたけど兄じゃなかったかもしれないってこと？いや、ですか？キックホッパーも決まってなかったんじゃないかな。え、そうなんですか。いやだから最初それを聞いた時になんか、え、兄ってもずっと出るもんだと俺は勝手に思ってたから、うん、そう、違ったんですね、だから。そう、だからそれで、お疲れ様でしたって言った時に、うん、あの、プロデューサーの方から、徳永君、まだ花束渡さないよって言われて。どういうこと？どういうこと？クランクアップ。ですよね。じゃない。うん。ことになって。で、僕も他のお仕事があったから、うん、それやって、そしたら劇場版でザビー出てもらうってことになって、パラレルワールドで。で、劇場版の。あのザビでそれも全くこうまあキャラも違うし喋り方から何から違う、はい、性格も違うってやって、うん、それで劇場のその反応がすごいよくって、うん、ゴッドスピードラブ見た方がいいよ超面白い本当ですか、うん、ちょっと見させてもらいますそうしたら、はいはい、でそうしたらそれのところでみんなオールアップしている中でそこでも徳山君まだ花束渡さないよって言われて全然渡してくれないんですかって言ってまあ、結局も最後の本場戦争、うん、あ、そうなんだ。やっぱ人気だったからですか、そうか。絶対は嬉しいです。ですよね。なので、個人的に思うことなんですけど、割とそのザビーって恥じゃないですか、うん。でもめっちゃ蝶のようにいろんな人に変身させたりとかするじゃないですか。うん、最初が確かだから、兄、矢車が変身して、影山そうそう、変身して、うん、で、三島さんも変身して、あともう一人誰か変身した。あ、そっか、だ、勇気。佐藤くんってガタックになるまでめっちゃ時間かかりましたね。かかったね。で、あいつ変身したと思ったらいきなりバカで死んだから。はい、でもハイパークロックアップだよね。戻ってきますもんね、一応ね。そう。あれ死に方結構開けなかったですよね。あれ死んでないかと思ったもん、俺。見たときに。ほら、あの、本人の方に。ですよね。そう。で、まあ、ハイパークロックアップで、まあ、戻ってきたから良かったものの、あれだから死んだらおそのままですもんね、あれね。そうだね。ね、だからザビーをつけた人って割となんか不幸になりがちじゃないですか、なんか。なんだろうね。でも、あの仮面ライダーはやっぱり天道っていう素晴らしいこの一つがあったからね、うんうん、どれだけこう周りのキャラが暴れるかで面白いですね、うん、確かに。でもね、俺すごく兄に聞きたいんですけど、うん、その自分が仮面ライダーとして入って、うん、話数がまあ最初これくらいってなんとなく思いながら入ったと思うんですけど、うん、自分が変身したそのライダーが他の人に取られるってめっちゃ嫌じゃないですか。いや、え、本当、うん、まあ正解としては矢車が
ちゃんとザビーに対してそこまでの執着と、しっかりとした人間性があれば、ああいうドラマじゃなかったわけ。だからどっか人間って脆くって、どこかその変身ザビーゼクターっていうものの資格者ではないもの、まあ素質はあったけど無理だったっていうことがあるから、そういう、まあ、なんだろうな、そういったお芝居とかもあるから。で、あれが何歳ですか？あれが22とか22。でしょ？いや、もうマジですごい指揮官ですよ。隊長っすよ、シャドウ。ザビーからの、この闇落ちした時の、その、兄の中での、やっぱ演じ方って全然違うじゃないですか、絶対。うん、一番何を、その、重きを置いてたというか、それはありますか？その時のね、監督がね、田崎監督だったから、確か。うんうん、で、衣装合わせで言われたことだったりとかして、あとはその、やっぱでかかったのが、パラレルワールドっていうのが一回挟んで、ロッドスピードラン、うん、で。そこでも違うキャラを演じてたから、うん、パイロットがその石田監督っていう監督だったんだけど、うん、ちょっと中途半端じゃいかんぞと、うん。ここまで期待をされてるんだったらどうしようって、いろんな映画見て、うん、いろんな役者さん見て、で、ああ、こいつでいってみようかなっていう感じでやった感じか。ああ、なるほど。なんか参考にした映画とかあるんですか、ちなみに。あるある、たくさんある。絶対言わないよ。言わない、うん、いや、めっちゃ知りたい。墓場まで持っていく。墓場まで持っていく。はい。まあ、今度個人的には教えてあげる。あ、本当ですか。あ、そっか、そっか、こういうとこだよね。そっか。でも、どっちが、いや、俺としてはね、正直、やっぱ矢車の、その、やさぐれた時の矢車の方が俺は かっこいいなと思っちゃうし、うん、あっちの方が好きっすね、俺は。あー、なるほどね。そう、兄の中で、ハブトの中で、うん、自分のメイン回何個かあったと思うんだけど、一番好きな、っていうか、印象に残ってるところってどこですか？最初の頃だったら、好きなのは、最初矢車が二号ライダーとして出てきて、うんうんうん、天道と夕日をバックに戦うシーン あったむちゃくちゃあれは天気とあった恵まれてスタッフさんもみんな今だ回せあれはやばかっためっちゃかっこよかったっすよねあれねそうクロックアップとかじゃなくってもう夕日でっかいバックであれ何にも本当の夕日で合成使わずにバーッとあったあったいやでもかっこよかったの覚えてるよよかったら見直してみてください自分の中で あすげえ面白いなっていうのがあって、うん、後半キックオッパーになった時にライダージャンプを相手を吹き飛ばすために使ったことがあるんだけどそれ割と30話のよりもっと後半ですよねからそう最後の方パーフェクトゼクターも出てる時ライダーキックもその後に蹴り上げてとか、うん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 、その後にさらにトリプルライダーキックがあったんだけど、うん、初めてこう天道とあの鏡とっていう時にパンチホッパーの、うんゼクターで来てキックホッパーに変えて変身するとき初めてこう顔を上げて変身したの、うん、それが初めてだったんだけどでバーって変身ってやってスーツアクターの方が入る時とかに、うん、バーだなーっつって東京おしまい見てなかったなーって言って変なとこだったんだけど、うん、そのままいつもみたいにうなずいた感じでこう入ってきたから違うここから入れ直せるもう一回だなっつって、もう一回変身ないですよそっかプラッと変身しちゃった何それ見直そうっすかそれ何話だろうまあ皆さんぜひマジそんなあったっけマジ監督が初めてそこですね怒った兄って怒られることあるんですかあるよ怒られ続けてきて多分人の50倍はもうなんだろう50回分は怒られてるんじゃないかな本当、うん、俺なんかさでも芝居なめんなとかそういうこと言われたことないでしょあるよあるのあるよ兄もあるもんめちゃくちゃ怒られてきたよそれこそ呼ばれて土下座したこともあったしマジうん、まあ、古いね昭和の感じの頃から子役から言ってるからさああまあそっか長かったら厳しいでも、ゴーンにさ、やってる時に、兄が、ライダーの現場はもっと厳しいぞみたいなことを言ったのを覚えてるんですけど、うん、何が辛いんですか何が圧倒的に違うのライダーやってないかわかんないんですよ。多分、古原先生にはライダー出てもらった方が早いと思う。いや、でもライダーになりたい、俺。あ、ほんと。ライダーになりたい。そこら。ライダーになりたいんですよ、俺。大丈夫、夢は叶う。叶う。うん。ライダーになるためにはどうすればいいですかそうだなあまあでも
オーディション、オーディション行ってごらん。オファーだっけ、あれ。どっちも。どっちもっていうか、そのあれ。そう、俺はホーリーランドっていうドラマをやって、うん、で、そのアクションを見てくれた、あの、プロデューサーの方が、あの、オファーに。それもさ、俺電車に乗ってて、うん、当時のあの、マネージャーさん、隣にいてさ、大物になってて、徳山、何すか、あの、ちょっと相談があって、オファーが来たんだけど、へえっつって、なんか俺仮面ライダーとかやってみたいなみたいな、なんとなく言ったら、うん、あ、そうそう、それなんだけどって言って、ええ、すごっ。それで出されたのがザビーだった。え、マジで、すごいっすね。すごいよ、だから何のオファーって、なんか仮面ライダーとか最近ね、なんか面白いし、そうそうそう、仮面ライダー、え、マジで、超運命的じゃないですか。で、仮面ライダー何っていうのって言ったら、ザビー、ザビー、ザビーってなんだ、ザビーじゃなくて、うん、当時何もわかんないから、あ、そうそうそう、あ、悪役かなんかグニューってさ、ね、昆虫かなんか、なんかどっちかというとワームの方の、はい、あ、そっち系かと思って、あ、そのでこういうザ・ビーだよって見たら、うん、めちゃくちゃかっこいいじゃん、かっこいいじゃん、かっこいい、かっこいいっすよね。サソウドに関してちょっと突っ込みたいんですけど、うん、マジで一回も心のさ毒使ってなくないですか。俺40話くらいまで見てるけど、まだ一回も使ってない気がするけど。あ、そうなの、毒。なんか一回演出でこっからなんか毒みたいなポトって垂れてるシーンがあるんですけど、一回も使ってない。でも一回演出だったでしょ。演出だったけど、毒、ザビーもさ針だから毒あると思ったけど、なんかないじゃないですか、毒って。いや、注入してんだよ、ライダースティングって。こう、あ、分かりました。ライダースティングでグワーってなってるけど、あれ毒なんですか。で、中にゴーンって注入して。あ、そうなの。で、サソードもちゃんとバーンって切った後に、うん、その後ちゃんと毒が入ってる。あ、そうなんですか。なんか熱っぽいシーンとか全然ないじゃないですか、毒でうなされるみたいな、あーみたいな。そういうシーンが全然ない。待って、じゃあライダースティングっつってバーンって決まった後に、あ、苦しいよー、アラフィアキシーショックだよーって。それは必要っすよ。必要なの。必要、必要。マジで。だって何回も刺されてんだから。ああ、そりゃ、ね、もう兜なんて何回もさ人が変わってるということでですね、まあ、今回、まあ、あの須藤博人役の、まあ、兄、はい、そして、ヤグルマスを、役のですね、まあ、徳山秀さんに来ていただきたいんですけれども、どうでしたか。まあ、やっぱり、まあ、何よりも、その、ね、1年間一緒に仕事をするっていう、この、俺らの絆がね、うん、はいはい、あるので、ね、まあ、なんか、普段の YouTube で、ね、僕はもう、まあ、泣きそうが危ない、嬉しいです。もう、ありがとうございます。嬉しいです。これからもね、仲良くしてください。ぜひよろしくお願いします。っていうのと、兄、あれ、俺たち来年さ、うん、15周年なんですよ。おお、なんかざわついてる？いや、俺の中では割とざわついてますし、うん、兄の中でもちょっとなんかこういうのどうかなみたいな、やっぱあります。まあ、やるんだったらフロハラが仮面ライダーみたいな。いやいや、関係ない。全然ゴーンじゃん、ゴーンじゃん、ゴーンじゃん、ゴーンじゃん。15周年、うん、15周年やりません？なんか皆様のお声があればね。そうですよね。だから皆様のね、もしお声があったりとかしたら、僕たち来年15周年なので、なんかちょっとそこら辺も考えていけたらなって。おお、思ってますけど。わかりました。全力でついていきます。いやいや、待って、兄がついてくる側。兄がついてくる側。お前が旗振って。こっちだよって。15周年こっちだよ。ちょっと待って、俺さ、ほら、引っ張るタイプのレッドじゃないから。どっちかって言ったら支えられるタイプのレッドだから、あの、俺も旗振るんだけど、一緒に横並びで旗振りません。調子よくねえか。わかりました。一緒に、あの、二人振っていきましょう。皆さんも一緒にね、旗振っていきましょう。それがゴモじゃないかな。そう、よし、みんなで行こう。はい、ということで、皆さんありがとうございました。どうもありがとう。バイバーイ。またお会いしましょう。それでは、またね。バイバイ。ということで、お送りしたのは、マッハ全開ゴーレット。マッハで行くぜ。またなー。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。